では激辛ジョニーです。今日もみんなの心火をつけちゃうぞ、やっていきましょう。はい、ということで、今回ですね、宮崎県日南市にやってまいりました。はい、いいスタートではございませんよ。はい、後ろに見えるのこれモアイ像なんですけれども、なんで日南市にモアイ像があるかと申しますと、イースター島と日南市、これちょっとね、いろいろ密接な関係があるらしいんですけれども、イースター島の公式で復元を認められているモアイ像になります。よくね、渋谷とかでね、エセモアイ像があるかと思うんですけども、あれはもうエセモンなんです。もう非公式、こっち公式ガチモンのモアイ像です。いやー、初めて見ましたけどね、でかい、顔がでかい、バックの海も綺麗ですし、これも辺り見回すとヤシの木でいかにも南国感で素晴らしいインスタ映えスポット。今日日曜日なんですけど、すごい人多くて賑わってる観光地なんですけれども、まあタイトルにもあると思うんですけども、今回ですね、日本全国47都道府県旨辛ランキングトップ30というものを紹介させていただきたいかなと思います。以前にですね、全国激辛ランキング、トップ10みたいな、もうとにかく辛い、とにかく辛い激辛料理、ランキング10位を発表させていただいたんですけど、今回はうまくて辛い、はい、旨辛料理のトップ30紹介させていただきます。なかなか激辛料理だとね、辛くて食べられないよとか思っちゃいますけれども、もう今回旨辛料理なんで、この動画参考にして、よし行ってみようとなるかもしれないんで、ぜひこの動画参考にして堪能していただければと思います。30位から1位までね、全部細かくね、紹介してたら、時間がもう長くなっちゃうから、30位から20位は、まあちょっと、21位まではちょっとバーッと、ザーッと流しで紹介させていただいて、20位から、11位まではちょっとピックアップ、10位から最後1位までは、まあ1個ずつ紹介していく感じになります。で、画面下の概要欄にですね、目次みたいの貼り付けてますんで、忙しい方はね、2位だけ見たいなとか3位だけ見たいなとか、はい、ポチっていけばすぐそこに行くんでね、つまみ食いしちゃってください。まだまだ行ってないお店もありますしね、現時点で、はい、あくまで個人的な感想なんでね、今後ね多分更新されていくと思うんで、それでは早速紹介させていただきたいと思います。それではランキング30位から21位まで、ザン、じゃ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 ん、はい、ここにいっぱい出てきました。北は北海道から南は沖縄まで、はい、ランクインしてます。30位激辛まぜそば、沖縄そば金太郎、これ沖縄ですね。21位の大正屋、これ北海道です。はい、まあいろいろあるんですけども、まあ、あと最近行ったスコーピオンデスロック、辛麺サソリ、東京板橋区、はい、まあ幅広くね紹介させていただいてますんで、はい、気になる方はブログも書いてますんで、そっちの方に食レポ載ってますんで、ぜひそっちの方飛んでください。全国47都道府県旨辛ランキング20位から11位まで発表させていただきます。はい、じゃん、じゃ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 ん、はい、ここいっぱい出てるんですけれども、じゃあちょっとピックアップして紹介させていただきます。まあ、せっかくね今九州にいますから、宮崎のお店紹介したいかなと思いますけども、第16位、宮崎辛麺の、辛麺屋松本さんランクインしております。はい、いやこれね、今宮崎でね撮ってるから、宮崎だからっつって入れたわけじゃないです。本当に美味しくて食べたんですけども、初めて僕松本食べたのがですね、今から2年前ぐらいなのかな、まあ、そこでね、あ、まあうまいなと、ちょっと初めて食べたのが辛さ100倍だったんで、ちょっとあまりにもパンチが効きすぎてたんですけども、最近またね、宮崎来てなんか無性に辛いの食べたくなる時あるじゃないですか。で、全然撮影以外でプライベートでね松本行って食べたら、いやうまい。まあいろいろね、宮崎県内とか九州地方辛麺屋さんいっぱいありますけれども、やっぱね松本さん、唐辛子とニンニクのパンチ、これ相性バチチですから、僕好きですね。東京とかでは蒙古タンメン中本よく行くんですけれども、逆に九州に蒙古タンメン中本ないじゃないですか。だから僕がもしね九州に住んでたら、撮影じゃないプライベートでよくお気に入りのお店、多分松本さん行くと思います。はい、それぐらい僕好きです。12位も発表しようかな。第12位、塚越ラーメン、カラカララーメンというメニューなんですけど、これね美味しかったんだよね。これもこれ埼玉県にあるラーメン屋さんなんですけれども、これね店主の方自ら美味しい唐辛子を仕入れて、それを元にこう作ってると。地元の唐辛子屋さんに美味しい唐辛子あるよと、美味しい唐辛子入荷しましたよとね、それあるからね、地元のその唐辛子を使って美味しく仕上げたこのカラカララーメン、これ僕食べたんですけども、まあちょっと調理工程から見させていただいたんですけども、ね普通ラーメンで言ったら、まあなんかこうね鍋とかにこうね元のスープ足してね、麺茹でてなんか丼に合わせてこう作るじゃないですか。そこでフライパンで作るんですよ。フライパンで全部の調理工程を済ませるんですよ。だからちょっとこう
火の入り方が違うんでしょうね、鍋と。だからすごいこのなんていうんですか、こう炭火というかこう香ばしい匂いがするわけですよ。ふーんと、もう匂い嗅いだらけで、あ、これ美味しそうと。旨味と辛さのバランスを保った旨辛メニューかなと思うんでね、これ埼玉県塚越ラーメン美味しかったです。感動した。ランキングトップ10紹介させていただきたいと思います。ここからはね、1個ずつ紹介させていただきたいと思います。第10位、マレーアジアンクイジーン、ミーラクサー。まあ、ちょっとね、聞き慣れない、メニューかなと思うんですけど、これマレーシア料理のお店なんですけれども、あんまりね、僕も正直マレーシアってあんまちょっとピンとこないんですけども、ミーラクサというのはこれエビの出汁を効かした、まあ、カレースープ麺みたいな、食べた感じだとこうトムヤンクンに近いような料理なんですけれども、まあ、結構酸味の効いた旨辛麺になります。マレーシアのね、あっちで使われる香辛料とか使われてちょっとこうピリッとするんですけども、エビの出汁が効いてね、非常に美味しかったです。マレーシアとタイって隣の国ですから、まあ、ちょっと食文化も似てるっていう感じもあるんですけれども、まあ食べた感じトムヤンクンのような味わいで、かつエビの濃厚な出汁、これね美味しかった。初めてちょっとマレーシア料理を食べたんですけれども、非常におすすめです。東京渋谷にあります。それでは第9位、サボテン食堂激辛火山キーマー。こちらですね、大阪にあるカレー屋さんなんですけれども、なんと2019年食べログ100名店に選ばれているお店になります。看板メニューがキーマカレーなんですけども、一味そのキーマカレーとはちょっと違うんですよ。お肉、粗挽き肉がもう本当にこう普通のひき肉、キーマカレーに入ってるひき肉はもう米粒程度なんですけども、結構なデカさのひき肉でですね、それが結構食べ応えあってジューシーで、これ感動したと。激辛火山キーマってね、ちょっと名前からしていかにも激辛そうなんですけども、旨辛程度なんでね、普通に食べられます。食べログ100名店というね、お墨付きいただいてますから、これ間違いないと。第8位、上海武器スコビルチキン5辛。東京市街にある、まあ、中華料理屋さんなんですけれども、丸鶏というね、まあ、普通の鶏とはちょっと違う鶏を使っておりまして、非常にこう何ですか、もうジューシー、とにかくジューシー、フライドチキンみたいなもんなんですけれども、外はカリ、中はジューシーと、唐辛子と山椒のスパイスをちょっと程よく効かしたピリ辛、まあ、旨辛チキンになります。四川風のフライドチキン、まあ、そんな感じですね。これねうまいよ。中国山椒、ホアジャオと言われるんですけども、結構それがね、結構入ってると苦手な方、日本人って結構多いらしいんです。まあ、僕もちょっとあんま大量に入ってると苦手なんですけども、ここの山椒の使い方グッと美味しい、絶妙、惚れた。以上8位でした。それでは第7位、村上カレー店プルプル納豆ひき肉ベジタブル辛さ100倍。こちら北海道です。はい、北海道来ちゃいました。北海道といえばスープカレーですね。北海道といえば様々なスパイスを、入れて、大量のね、たくさんの野菜を入れる、非常にこう体にも優しい、北海道のスープカレーですけど、ここの村上カレー店、こちらもですね2019年食べログ100名店に選出されています。なかなか100名店選ばれることは難しいんですけれども、プルプル、変な名前ですけれども味は確かです。辛さ調整もできますので、まあ僕はちょっと100番で食べたんですけど、100番辛さ100番でも、全然美味しく食べられました。ということでね、7位発表してきましたけど、ごめんなさい、選べなかった。7位もう1個あります。ちょっとね、ねじ込んじゃいました。7位2つあります。7位はですね、マジックスパイス札幌本店北海道辛さアクエリアス。こちらもね、あの北海道札幌をね代表するスープカレーのお店なんですけれども、北海道っていうメニューがあるんですけど、これはね、あの札幌本店の限定のメニューなんですけれども、まあこのね、まあ要はこの北海道産の野菜を使ってますよと、いろんな野菜をねカレーにトッピングしてます。これね、辛さレベルが選べるんですけれども、これねマックスの、まあ、アクエリアスっていう辛さレベルがあるんですけども、これはね1日限定5食しか食べられない辛さレベルになります。パンチが効いてるんですけども、それ以上にね、やっぱね、なんていうんですか、元となるね複雑な味ですね。数十種類のスパイスをね独自の配合でスープカレーを生み出してると。こちらも食べログ100名店に選ばれてるお店です。ということで第7位は2つありましたと。それでは第6位、島田屋鈴木の店灼熱のハバネロジンギスカン。はい、こちらもね北海道になりますけども、北海道三連チャンということで、北海道といえばねジンギスカンが名産品ですけれども、ガチモンのねジンギスカンは食べたことなかったんで、北海道でね、勝手なイメージですよ。ジンギスカンってちょっと臭いんじゃないの、癖あってね食べづらいんじゃないの、正直そう思ってました。僕これ食べました。マジか、普通の焼肉より美味しい、ジンギスカンってこんな美味しいの思いました。ちょっと辛さは置いときますよ。これね、このジンギスカン、子羊の肩の肉、ショルダー、肩の肉使ってるんですよ。で、柔らかい、とにかく柔らかくてジューシー。まあね、いろいろ肩の肉とかね、お腹とかもも肉とかいろいろ部位がありますけど、やっぱね部位によってやっぱ臭みとかお肉の柔らかさ、ジューシーとか違ってくるんですけども、子羊の肩、美味しい美味しい、
ハバネロって大量に使うとちょっと独特なこう苦味というか風味がするんですけども、まあ、焼くことによってねそれもだいぶ緩和されて、ご飯もねもう1杯じゃ物足りない、3杯いっちまうぞと、それぐらいご飯の進むハバネロジンギスカンです。あの熱中症になるからちょっと水分補給させて、はい、ちょっと落ち着こう、皆さんも水分補給しましょう、はい。第5位、タイ料理コンロー恵比寿ピーク街灯堂かっこトムヤム味の手羽先。こちら東京恵比寿にあるタイ料理屋さんなんですけども、結構僕ねタイ料理好きなんですよ。タイ料理好きっつってもあのメジャーどころしか食べてないんでね、トムヤンくんとかガパオとかっていうか、この2つしかタイ料理ほとんど食べないんですけども、トムヤム味の手羽先、まあ要はあの手羽先にねなんかトムヤム味のなんかわかんないですけど魔法のスパイスをかけてるんですかね、ちょっと調理工程はわかんなかったんですけど、これがまたうめんだ、うまかった、これ感動した。お店のリピートナンバーワンのメニューなんで、まあ結構人気なんですけど、トムヤンくん同様ですね、酸味と唐辛子の辛みを効かした旨辛メニューになります。トムヤンくん好きな方、多分ハマると思います。お酒とかのねおつまみにもぴったりです。合わせてついてくるクリームチーズがあるんですけども、そのクリームチーズにつけて食べるとまた味変になって、これはたまらんぞと。さあベスト3前の最後のランキング、第4位、麺どころ井の庄カラカラウオ味玉ラーメン激辛2倍。こちらね東京石神にあるラーメン屋さんなんですけれども、カラカラウオと聞くと結構ねあの聞き覚えあるよと、見たことありますよと、あるかなと思うんですけど、これねあのカラカラウオ結構コンビニでもカラカラウオのカップラーメン目にする機会多いかなと思うんですけれども、魚粉とね唐辛子、豚骨スープに魚粉を合わせてるんですけれども、うまいね、なんかね病みつきになるんですよ。カラカラウオのラーメンに出てくるチャーシューがね結構分厚くて、それをねこう食べるとね油が溶け出してポロッと、それがねたまらない一品でございます。さあランキングベスト3でございます。第3位、ファーイーストクイジン美味亭エンペン石焼き豆腐。なかなか聞き慣れないメニュー名かなと思いますけど、なんだエンペン石焼き豆腐と、なんだエンペンって、まあ、麻婆豆腐を石焼き鍋でみたいなこう焼きましたよみたいなイメージです。簡単に言うとね、こちらね中国高級ホテルの、料理長が腕を振るう料理なんですけれども、あのね青唐辛子で辛みを出してます。青唐辛子、これね香りがとにかくいいんですよ。石焼き鍋みたいな感じで運ばれてくるんですけども、こうジュー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 言ってくるわけですよ。香りがプン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 いい匂いがこの飛ぶわけですよ、蒸気に乗って。でこれなんでこの香りがいいかというと、これ香味野菜と醤油で香り付けをしていると。でこの香味野菜と醤油がねまた本当にあの今まで体験したことないぐらい美味しくてね、ご飯進むご飯進むご飯ですよ、よりご飯進むこのエンペン石焼き豆腐、うまいんですけど、ぜひ皆さんにも食べていただきたいんですけれども、移転したのか潰れたのか分かんないんですけど、ないんですよ今。以前の食べログを見たら違うお店に変わってまして、エンペン石焼き豆腐出してるのか分かんないので、この料理知ってる方いらっしゃったらぜひコメントください。僕もう一回食べたい、また食いたいっす、お願いします。第2位、ラーメン仮面5号パニックラーメン。パニックラーメンかと、どんな恐ろしいメニューかと、パニックラーメンって初めて聞いたぞっていうね思われる方も知らないですけども、これね名前とは裏腹にねめちゃくちゃ美味しい、めちゃくちゃ美味しい、びっくりした。まさに今回の九州遠征で、出会ったメニューなんですけれども、このねラーメン仮面55っていうのはこのねランキング24位にありますツナパハさんっていうね、お店があるんですけど、その姉妹店になります。でこのツナパハグループっていうのがあるんですけど、これねまあ福岡ではね、激辛カレーのまあ有名店というか、知る人ぞ知る、有名店なんですけども、このツナパハ、はい、カレー店ありますよね、これ食べログ100名店で、この第3号店としてこのラーメン仮面55が誕生したんですけども、これエスニックカレーラーメンみたいな、そんな感じです。美味しいんですよ、これが麺食べるじゃないですか、余ったスープにまた買い玉して、それでもまだスープ余ってから、もっと味わいたいと思って、あの追いライスしちゃったと、ご飯も注文するぐらい最後の一滴まで飲み干したくなる、そんなメニューかなと思いますけど、パニックラーメンもねちょっと名前いかついですけど、ゴリゴリに辛いわけじゃないので、ぜひぜひ堪能してくださいなということで、第2位おしまい。さあやってきました、全国旨辛ランキングトップ30、栄えある第1位、じゃらららじゃん、第1位蒙古タンメン仲間と北極野菜辛さ5倍。おいお、結局蒙古タンメン仲間とかと2位と迷った、いや3位も迷った、1位2位3位ほぼほぼなんか一生みたいなもんです。20歳の時にねこの蒙古タンメン仲間とさんでちょっとアルバイトしてね、まかないでね毎回毎回食べてましたけども、これはねやっぱね
美味しいんですよ。なんか麻薬みたいな、なんかね無性に食べたくなるんですよ。辛さ10倍とかも食べたことあるんですけど、まあ10倍となるとねちょっとこう唐辛子の粉っぽくなっちゃうんで、まあ辛さ5倍ぐらいがちょうどいいかなという感想です。野菜も摂取したいんで、その辺ね北極の野菜、まあ辛さもちょうどいい、野菜も摂取できる、もうバランスがね素晴らしい。馬からオブ馬から、やっぱこうねいろんなとこ食べ歩きました。私いろんな料理食べてきました。やっぱこれなんか食べたくなるんですよ。中毒性がありますということでね、長らく結構長くなっちゃいましたけれども、全国47都道府県うま辛ランキングトップ30を紹介させていただきました。まあねまだまだ全然ね食べに行けてない店舗なんてもう星の数ほどありますから、まだまだね僕の知らないお店とかねうまくて辛い料理ありますよという方はね、ぜひコメント欄に書いてください。もっと詳しい食レポを見たいという方はね、激辛ジョニーのスパイス道っていうブログの中にですね、こちらの記事貼ってますんで、動画もね概要欄に貼り付けてますんで、ぜひ見てください。というわけで、もしこの動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。じゃあまた次の動画生放送でお会いしましょう。ありがとうございました。